今日も JR をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は豊橋行きです。まもなく岡崎です。お出口は右側です。ドアが閉まります。乗ります。駆け込み乗車をおやめください。すいません。胸をギリギリだったな。何やってたんだよ。寝坊しちゃったからさ、急いで飛び起きて走ってきたんだよ。はい、ドア閉まります。駆け込み乗車は大変危険ですのでおやめください。なんとか乗れたわ。ちょっとあんたたち、年寄りに席を譲りなさい。おばさん、さっきあんなに元気に走ってたじゃないですか。そうですよ、駆け込み乗車は危険ですよ。うるさいわね、小僧。チュー、おいこらてめえ。橋爪さん、さすがに見過ごせませんね。今から鉄道警察が参ります。チュー。今日はトラブルが多いな。早く出発させないと。はい、ドアが閉ま。サトシ、元気でやれよ。飯はちゃんと食うんだぞ。何か困ったことがあったらいつでも帰ってこいよ。ありがとう、父ちゃん。サトシ、これ少ねえけど。ただいま涙腺が乱れておりますので、今しばらくお待ちください。ありがとう。じゃあ行ってくるね。イオンモール。イオンモールかよ。感動の別れかと思ったらお出かけじゃねえか。そんなので見送りに来んなよ。涙返せ。タンク、はい、ドア閉まります。待って。おいおい、ドア開きます。ねえねえ、ちょっと入んないんだけど。え、大きな荷物ですか？うん、私のペット。え、専用のケースとかに入った小型犬とかだったらいいんですけど、一体何ですか？やるつよ。いや、ダメですよ。何考えてるんですか？てか、電車乗らずに馬乗ったらどうですか？はい、ドア閉めますよ。ケチ。いって何してんだ、横山さん。もしかして俺たち入れ替わってる？待て、あるか。この演出許されるのは可愛い女子高生だけだぞ。悪い、遅刻するから早く出してくれ。あなたのせいで電車が30分以上遅延してます。罰金として50万円払っていただきますね。すげー。